東京消防庁かららのお知らせです今回は特に冬に多い積雪や凍結した路面が原因で起きる救急事故について救急搬送データから発生状況や予防のポイントなどについて紹介しますまずは東京消防庁管内における積雪や凍結路面が原因で起きた救急搬送の状況を見てみましょう 冬の寒い時期となる12月から翌年3月の間の救急搬送人員の状況を過去4年間に遡って見てみましょう平成26年12月から平成27年3月は降雪が少なく救急搬送人員は106人でした最も救急搬送人員が多かったのは 平成25年12月から平成26年3月で2日続けて雪が降ったこともあり738人が救急搬送されていますでは月別で見てみましょう月別で見てみると平成26年2月が最も多くこの月だけで713人もの人が救急搬送されています 月別で最も救急搬送人員が多かった平成26年2月の気象状況と救急搬送人員の状況を見てみると雪が積もった日はもちろんですがその翌日や翌々日にも多くの人が救急搬送されています雪が積もった日の後も数日間注意が必要なことがわかりますでは どんな事故が起きているのか事故の事例を見てみると朝散歩中に凍結している路面でバランスを崩して転倒し重傷を負った事例や自転車で走行中に凍った路面でタイヤが滑り転倒し重篤車を負った事例自宅のカーポートの柳に乗って雪下ろしをしていた際に地上に墜落し重傷を負った事例などがあります。 また、医療機関へ搬送時の初診時程度を見てみると、約半数が入院が必要とされる中等症以上と診断されています。生命の危険があるとされる重症以上も14人います。最後に予防のポイントをいくつか紹介します。1、靴は滑りにくいものを選びましょう。2、 足元に十分気を配り、りゆっくりと歩きましょう3。降雪後の数日間は事故が多いことから特に注意を払いましょう4残雪や凍結路面を避け余裕を持って行動しましょう今回は積雪や凍結路面が原因で起きる事故を紹介しましたこれらの事故を防ぐために気象状況に注意し 予防のポイントをしっかりと守り、怪我をしないようにしましょう。以上、東京消防庁からのお知らせでした。